川崎フロンターレに新加入が内定しました阪南大学サッカー部脇坂康人選手。この度川崎フロンターレに加入することになりました阪南大学の脇坂康人です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。フロンターレに加入することになり、プロサッカー選手という子供の頃からの 夢を叶えることができ大変嬉しく思っています。ここからが本当のスタートだと思うので一日でも早くフロンターレの力になれるようにこれからも日々努力していきたいなと思います。よろしくお願いします。アカデミーで育ったフロンターレに戻ることができた今の率直なお気持ちを とこの4年間でどういう部分が成長したからこういうプロになれることになったかというのを教えていただけますか。そうですね、まあ高校卒業して、まあ、もちろんプロになることを一番に目標としてやってきたので、そこは素直に嬉しい気持ち で、この4年間は長いようで早かったなという印象で、先ほど監督もおっしゃっていたんですけど、まあ、自分の特徴は攻撃の部分なんですけど、その他にも守備の部分だったりとかっていう短所のところも補えるようになったので、そこは自分としても自信を持っています。高校3年間過ごしたフロンターレへの思いというか気持ちであったり、こういうふうな弾幕を作ってくれたファンの方というのはどういうふうに見られているというか受け止めてますか。ユースの時からプリンスリーグだったり、Jユースカップなどでたくさんのサポーターが来てくださるチームはフロンターレしかなかったですし、こうやって大学に入っても横断幕だったりとか試合を見に来て声かけてくださるっていうのは本当に嬉しいことですし、やっぱりモチベーションにもなったんで非常に感謝しています。フロンターレについてってのはどうですか。そうですね、1年生の時からスカウトの方も連絡くれたりとか試合見に来てくださったりとかして本当に満足せずに上を目指してやってきて、そこを評価してくださったのも嬉しいですし、素直にユースで3年間やってきたフロンターレは個人としても一番好きなクラブなので嬉しいです。阪南大学で過ごした4年間での良かったこと悪かったこと思い出などを聞かせてください。1年生の開幕戦から試合に出させていただいて、試合に出ることだけじゃなくてたくさんのポジションをやらせていただいて、そのポジションごとを学ぶことが多くて本当に監督には感謝していますし、まあ、大学2年生の時に怪我をしてしまったんですけど、その時はインカレも出れずに悔しい思いをしたんですけど、今思えばその期間があってまたこうやって試合に出れる喜びだったり仲間と試合をする喜びがよりいいものになったなと思います。フロンターレの試合はテレビというかチェックされてますか。でされてるとしたらどの選手を中心に見ておられるのかなって。そうですね、インターネット放送だったり、ダゾーン、今年はダゾーンで見させていただくことが多くて、フロンターレのサッカーっていうのは攻撃的で、全体を通して見ていても楽しいですし、その中でも注目しているのは、やっぱり前の方の選手で、中村健吾選手だったり、大島亮太選手を見て、こう、引かれる相手を、どのように崩していくのかっていうところもやっぱり自分の今置かれている立場と重なる部分もあると思うので、そういうことを学ぶようにして見ています。フロンターレの中盤のライバルもたくさん、まあ、先輩になると思うんですがいる中で、
自信というか、手応えというかどうですか。まあ攻撃的なサッカーが一番僕の良さが生きると思いますし、やっぱりそこでしっかりとその中に入っても自分の良さを出してよりチームを良くする自信はありますし、その中でアシストだったり得点でやっぱりチームに貢献していく自信はあるので、やっぱりそうですね、まあたくさんの上手い選手がいるので、まあ自分にないところを吸収しながら自分をもっともっとレベルアップしていけたらいいなと思います。